知ってました？私落語するんですよ。落語の稽古をしてました。元気です。どう、昔の私が戻ってきたみたいじゃない？髪型。でもなんかやっぱ顔は大人になったね、こうやって見ると。昔とはなんかまた雰囲気が違う気がするのは私だけ。こんばんは。そう、今日はお昼過ぎからあのシャットアウトトイレットっていうストレートの今度2月の末頃にやる、23から27か、2月の23から27にやる舞台の稽古をしてて、夕方ぐらいまで。そこから落語の令和落語っていう2月の11、12にやる舞台の稽古をしてました。稽古だらけ、イエーイ。嬉しい。元気な声聞いておじさんはホッとしてますって。よかったです。皆さんは見に来ますか？並行しての稽古大変だね。だってまあね、大変じゃないとは言えないけど楽しい。コロナ早く落ち着くといいね。だってね、怖いよね。舞台見に行くよんだって。どっちだろう、落語シャットアウトか落語か、両方でしょ。ねえねえ、両方って言ってよ。両方でしょ、両方見に来るって言って。両方でしょ。両方でしょ。遊びに来たよんだって。わあ、やっほー。みんな両方見に来る？こんばんはだって。こんばんは。こんばんは。最近ダンスしてる？だって。なんか自分が踊ることはないけど、まあいろいろダンス関係はしてます。とだけ言っとく。あ、しかも最近まであれの稽古してた、あの舞姫ディーバっていう舞台が、結局ね本番はちょっといろんなコロナの影響でできなかったんですけど、そう、それで踊ってたから、ダンスを踊ってたから、そうそう、だから最近まで踊ってはいたかな。落語も舞台もチケットゲットしてよ。無事に初日迎えるの祈ってる。それな、本当に私たちももう毎日祈ってます。もうマジ手洗いマジこまめ。昨日も今日も昼間からずっと退学のレポートを作成してた。ああ、そうなのね。お疲れ様。ネイル可愛いです。だって、やった、嬉しい。ピンク青にしたかった。次は青にしてやる絶対。これ衣装に合わせて仕方なしにピンクにしたから、本当は青が良かったの。だから青にする。次青の似たようなやつです。昨日も読んだわ。業務以外の県外移動止められてるからピエンだって。うーん、悲しい。それはでもしょうがないよね。だからまあ見に来られる、見には行けんだよなみたいな人はぜひ見に来てください。待ってます。
見に行こうかな、だって。来てほしい、彩香ちゃん、めっちゃ久しぶりじゃない？もしそうなったら来て、来てよ、来て来て来て。だってもうさ、会えてない人には1年以上会えてないわけじゃん。まあもうそれ以上もね、会えてない人もいるけど。職場は東京禁止です、どうやってこそっていくか考え中です、だってノーコメントで、ね、何も言えない、怖くて何も言えないからノーコメントにします。リモートでも見れたらいいのに、だってね。確かに、いくみちゃん、いくみちゃん配信気づくの遅れた、こんばんは、だって。こんばんは、全然遅れてないから平気だよ。久しぶりにいくみのダンス配信見たい、だって。あー確かに、ダンス配信まあちょっとね、お仕事が落ち着いたらにしようかな。ちょっとなんかお仕事が落ち着かないと部屋もどんどん荒れてくんですよね、私。あかんですわ、なんかすごい手の届く範囲とかに物を置いちゃう癖があって、パン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 置いちゃってる。いや、びっくりした、何、服服服だって、めっちゃ服がいっぱい、何これ、すごい。ゆっぴーさんも、ゆっぴーさんピンクの服をいっぱいくれて、 HRS さんは赤い服をいっぱいくれてる。これ色に、色に何の違いがあるんだろう。すごい、ありがとうございます。今目が疲れてる、だって。うわ、お疲れ、マジ。こうやんな、私もでも目疲れてる。免疫力上げるといいよ、だって。免疫力か、免疫力ってどうやって上がるんだろう。体調大丈夫、体調大丈夫、ありがとう。こんばんは、こんばんは、見たいダンス配信、だってね。やるよ、いつか。ちょっと今すぐはちょっと難しいけど、やるよ、ちゃんと、ちゃんとやるから待ってこんばんは、こんばんは。最近のなぎちゃんの水着ラッシュに一言。そがいな、もう見せて、ほんまにエチエチやでですかね、もうね。なぎちゃんの水着姿を見る日が来るとは。しちゃいますよね。よく食べ、よく寝て、よく笑う、免疫力の上げ方。おお、私めっちゃ達成してるわ、それ。めちゃめちゃ達成してるわ。もう私天才的だわ、それ。免疫力爆上げしてる、私。よく食べてるし、よく寝てるし、よく笑ってるし、もう爆上げはしょーい。キノコ類、ブロッコリーを食事で。なるほどね、確かに大事だ。キノコもブロッコリーも食べてねえや、最近。食べよう。昨日ハンバーグ作ったの、ちゃんとね。ご飯とお味噌汁とハンバーグとサラダ。落語の日は、落語は仕事の日っぽいからあれだけど、舞台はいけそうだって。来てー、嬉しい、素晴らしいです、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そう、落語はね、11、12、何曜日と何曜日だっけ、11、12なの。勤労だ、勤労であるんですよ、勤労です。勤労です、こんばんは。勤労ですよ、勤労。11、12、来てほしいな、落語。さっきもね、落語の稽古してて、いや本当に、もう本当にね、楽しみなんですよ。褒めてもらっちゃったりとかしちゃったりとかしちゃったりしてて嬉しいです。
勝手にスクショタイム始めて、スクショタイム始めてスクショタイム終わった。落語はなんとか調整中、舞台は行きますよんだって。やったー、落語も待ってるね。のぶさん来てね。特選のスクショタイム、スクショタイムごちそうさまでした、ね、いえ、イクミンかだって。おーそう、イクミンだよイクミンだよてか、え、聞いてほしいんですけど、その落語ね、私4公演全部で4公演出演するんですけど、4公演ともちょっと違うんですよ。あ、これはちょっとね、だからなんか4公演とも見に来てほしいのが本当の話、私のリアルなとこ、正直。そう、4公演ともちょっとだけ、でも4公演と見るとちょっと私のことちょっと言えない4公演と見てほしい気持ち、なんかそれはなんか本当に話内容がね、ちょっと内容が、お題目は当日に分かる感じ、そうなのかな、ちょっと分かんない。それ確かにいつなんだろう、当日なんじゃないかな、パンフレット渡されてとかかな。落語のチケット取れたら行くね、仙台からだって。嬉しい、待ってるから絶対来てね、感想送ってもらうからな それすごいね、大変だって。まあ全、まあ大変、まあ大変です、でも大変です正直。不意に名前呼ばれるとにやけちゃうねって思った。うー、営業前だってやったね。現代落語、古典落語、なんかまあ題目、演目名っていうか、その舞台の名前が令和落語って、まあ文字は違うんですけど令和落語なんで、現代落語ですね。現代のお話を落語にしてるような落語です。現代落語だから、なのでね、なんか なんて言ってんのか分かんのかなとかあるじゃないですか、落語ってなんか敷居が高いじゃないけど、なんかどうなんだろうみたいな、落語かみたいになるところ、ちょっとね敷居が高く感じちゃうところもあると思うんですけど、もう本当にもう軽々と敷居を乗り越えてきてください全然大丈夫です、全然。多分今回のための新演目かな、そうなのかな。でも面白いです、すごく、私はすごく好きで、やっててめっちゃ楽しいんですよ、まず。だからやっててめっちゃ楽しいから、みんなの反応も見てみたいし、まあもちろんね、反応がなかったら怖いなっていうのもあるんですけど、そう、そんな感じちなみに落語して指導してくれてるのは誰なんかな。なんか落語指導というか、まあ脚本書いてる人が落語の指導もしてくださってるんですよ。そんな感じ。落語好きなので楽しみだって。おー嬉しい、落語ぜひ楽しみにしててください、うん、みんなに会えるの楽しみだな。よし、じゃあ皆さん落語も今度舞台の、今日は落語の話をいっぱいしたので、今度はストレートのシャットアウトトイレットの方の話しますね。こんばんは、こんばんは、だって、面白そうだって、ぜひぜひぜひ落語もシャットアウトトイレットの方も
みんな来てね。ハートハートがふわふわってなったね。ハートじゃあ皆さんお元気で、また明日配信するかも。バイバイみんな、大好きだよ。みんな舞台見に来てね。